はじめましての方は、はじめまして、そうでない方は、こんにちは、こたつです。7 days to die、28日目、やっていきたいと思います。本日は、7の倍数の日です。ってことは、夜にブラッドムーンが来るわけですね。まあ、前回とそなりに、前々回14日の21日はね、ちょっと、あえなく、私死んでしまいましたけども、今回こそはね、ちょっと生き延びたいなと。もう、生きることに、全力投球でいこうかなと、思いますので、今回は、爆弾は使いません。はい。爆弾は使わずに、どうにか耐えます。ね。とりあえず、今日は、まあ、多分今回というより次回かな。次回の動画で、28日目の夜をお送りするようになるかなと思います。はい。もうちょっとか。ただいまですね、前回のクエスト終わったので、それの報告を言ってこようかなと思います。はい。はい、今行きまーす。毎回律儀に放送してくれる優しい隣人だよね。まあ、優しくはないか。だってさ、閉店したらさ、放り出されるんだもん。一緒に住まわしてよって感じだ。はい。アイアンチェストアーマー。これにしよっかな。はい。次は、とりあえず、宝と討伐。だんだんとこう、ついでに二つやってくれみたいな。多いね。とりあえずゾンビ討伐かな。で、なんか入荷した？エッグか。ドゥーン、レベルアップ。ないね。Sorry, I didn't have what you needed.Come back soon. はい。とりあえず溜まったな。これちょっと溜めようかな。このね、このセメントミキサー、コンクリートミキサーじゃなかった、セメントミキサーを作るのにスキル上げなきゃいけないんで、多分ここにするには、まずこれを上げなきゃいけないんだよね。ってことは、3ポイントいるんだよね。プラス、これ上げるから4ポイントぐらいいるんだよね。わーって感じだけど、はい。では、今日はもう拠点に帰って、ちょっと準備をしとこうかな。よっ。あ、ちなみに私コート着ました。はい。なんかちょっと余計にごつくなったけどさ。さあ、土地屋、うわー。うわー、よいしょい。土地屋。さあ、では。引き上げ。えい。ここもね、土台をちょっと、アスファルトというかコンクリートセメントで固めたいんだよね。あ、そこに俺階段作ったのに。ちょっとここでね、さすがにもうぐるっと回るのもあれなんで、この、ここに階段作ったのにもう普通に上がってきたしな。じゃあ、しまっておこうかな。で、これと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 。で、そうそう、あのね、これ作りました。OK。で、ユッカフルーツをもうちょい作って、で、これも作って、で、包帯、包帯、包帯。紙。包帯。これがいるんだよね。大量に。で、お肉を焼きまーす。あ、木がない。お肉焼きまーす。お肉焼きまーす。よっ。卵あれば、ベーコンエッグの方がいいのか。卵は、ないね、卵。卵回収も行かなきゃいけないね。よっ。あ、5個いるんか。
これがさ、おかしい話だよね。生肉、一個でさ、普通一個でしょ。ねえ、ちょっと。さあ、じゃあ、これを、投入。これをすることによって、この、何、プラスチックじゃない、スチールか。が作れるので、あれ作れるよね。あ、作れた。OK。これでね、結構部品とかをこう、修理ができるんで、ちょっと多めに作っとこうかな。いや、こんなにはいらない。こんぐらいかな。80? ちょっと多かった。多かったかな。とりあえずいいや。で、まずだ。まずだ。矢を、今回はちょっと矢で頑張るんで、ストーンアローとスチールアロー。どうしよっかな。この矢をさ、矢ってなんか強いのあんのかな?なんかで聞いたんだけど、ボウガンが最強説みたいな、聞いたんだけど、どうなの?ボウガンっていいの?てか、ボウガンは普通に作れねえんだな。ボウガンは、作れないんだな。あ、作れるか。クロスボウ。ボウガンじゃねえ、クロスボウ。ああ、作れるね。どうなの?クロスボウっていいの?ボールよりもダメージ大きくなります。これの、弾って何になるの?弾っていうか、矢?これさ、どれが強いんだろうね。鉄の矢は普通の石の矢より多くのダメージ与えます。石より強い。スチールアローは?スチールの矢は直線飛び強いダメージ、リロード切り替えで使用できます。クロス、あ、これか、クロスボウ用は。どうしようかな、クロスボウ作ろうかな。フォージーアイアン、レザー、あ、一応材料、あ、いや、ガムテープがないか。ガムテープがそんなにないから、まず接着剤で作らなきゃいけないね。接着剤、なんだっけ、これとこれか。で、違う、なんだっけ。あ、水か。水。普通の水あったっけ?あった。で、接着剤を作って、で、接着剤と紙じゃなかったかな。確か。OK、紙じゃない、布だね。さあ、本日は、その、28日のブラッドムーンに向けて、道具、武器、などを用意しているところでございます。OK、じゃあ、これで、あと、フォージーアイアン、なんだっけ。フォージーアイアン、レザー武器、機械、レザー、機械。あとは、木材。おっと、木材。ちょっともらっていくね。木材。あと、ガムテープ。OK。じゃあ、クロスボウ、作ります。で、クロスボウ用のどうしよう、アイアンがいいのかな?アイアン、アイアンとスチールどっちが強いの?スチール、ちょっと一個作ってみようか。いや、アイアンの方がなんかでも大量生産できそうだな。あー、待って、ここで羽が大量にいんの?大量にあったってよかったよかった。で、羽と、スチールアロー、ストーンアロー、違う、アイアン、こっちだ。木材か。そんなにないな。これちょっと一旦キャンセルしようかな。お、大量に作ってる。お金溜まってってんね。オイルシェルはさ、ケミストリーステーション、ガスに作られる。ああ、ケミストリーステーションも作らなきゃいけないね。
さあ、とりあえずこれだけでアイアンクロスボウ作ります。 OK、 できた。じゃあちょっと銃はできるだけ使いたくないんで、これとあれだね、弓用のこう元欲しいね。で、これ今どっちが強いんだろう。あー、格付け的にはこっちいいんだけど、モビリティってなんだ耐久性はこっちの方がいいんだ。耐熱性もこっちがいいんだ。あー、スタミナもこっち。まあ、こっち多分、あれだよね。重いアーマーだよね。どうしよっかな。これちょっと、まずか、ファイバーグラスか。これはしまっとこう。んで、これは、あ、そうか、これは、改造で外しとこう。外して一旦これ、分解しよっかな。分解して、また作るときに、使うときに作れば。で、OK。24本か。なんだ、あと、アイアン。OK、消す。さあ作りまーす。とりあえずこんだけあれば、いいかな。なるほどね。矢を作るのに羽がいるんだね。今度はちょっと集めとくよ。よいしょ。さあどうしよう、バイク。バイクちょっと置いとこうかな。一旦ね。ああ。で、これも、置いとこう。さあ、使い方は一緒か。あれ？これどうやって装填すんの？装填ってどうやんの？リロ、あ、物資だ。物資はいいや。これってどうやってリロードするんだっけ？どうやってリロードするんだっけ？あれ？どうやってリロードするんだっけ？リロード。ちょっと待って、使い方がわからないのダメじゃん。弓、これには乗ってないか。リロードはこんな時は、オプションのコントロールの、ゲームパッドじゃない、ショートカット。ん？これじゃないとか？いや、違う、合ってるよね。リロード。リロ、ちょっと？リロード？リロード？使い方が、リロード？クロスボウだよね。で、これクロスボウアイボルトだよね。
どうやるんすか？致命的、作ったのに使えねえ。やべ、リロードってどうやんだっけ？ちょっと待ってよ、もう。待ってよ。わかった、わかった。わかった。今ちょっと調べましたよ、もう。びっくり。長押しですね。長押しでまず使う楕円を選んで、OK。OK。OK。よし、これで、OK。これリロードできた。これで、ダリルになれるぜ。あ、ごめんなさい。ウォーキングデッドの話です。ウォーキングデッドでね、常にもうクロスボウばっか使ってる強い人物がいるんですよ。個人的に超かっこいいなって好きなんですけど、ね。ダリルです。よっ。これちょっとまだちょっと壊すのやめとこう。とりあえず、改築するあれはないもんな、特に。特に、ああ、でも、ここ、ちょっと、出るよう、ちょっと出っ張り、作っときたいな。じゃあ、ああ、ウッドのやつ持ってこよう。足場を。取ってきまーす。ちょっと待って、お腹空いてるね。食べよう。あ、違う。危ない危ない。分解した。いやー、今回ちょっと怖いね。二度あることは三度あるってよく言うじゃないですか。だから、正直怖いです。またやっちゃうんじゃないかなって怖いです。さあ、次回をぜひぜひ楽しみにしといてください。どうなることか。じゃあこれと、これ持っていこうか。ね。よっ。よいしょ。じゃあ、ここに、ちょっと出っ張りを作って、あ、そっか、これ壊さないといけないんだ。あそこにね、爆弾があるから、あそこにちょっと誘導させたいよね。で、3つで並べます。オッケー。オッケー。で、この、手すり、違う、中央、こっちか。お、1、2、3、4、5、6、7。これを、ここと、ここと、こう。OK、これで四方に出ていけるようになったんで、とりあえずここもできるし、ここは登ってこれない。ちょっと、あ、これ、あ、そっか、よかったよかった。俺しとった。ちょっと怖かった。で、ここもいけるし。OK! じゃあですね、次回、楽しみにしといてください。ただあれだな。屋根作らないとさ、カラス、ま、カラスはいっか、大丈夫だろう。やれるだろう。でも前回、いや、確か14日の夜のやつ、カラスにコピドクやられて俺死んだ気がする。
爆弾で体力がだいぶ減った状態でカラスにやられたからな。まあじゃあ次回ブラッドムーン、こうご期待。それではまた次回お会いいたしましょう。じゃあね。